ハイドネロームペキーは、松葉ハリタケカチャハリタケ属に属するキノコである。毒キノコではないが、非常に苦いため食用には適さない。古実体の仮面から垂れ下がる市場の突起の表面から、胞子を放出する。北米、ヨーロッパに分布し、近年イランや韓国においても発見された。近婚菌であり、様々な針葉樹と愛理共生の関係を結んでいる。 古実体は、典型的には、円の白いロート型の傘を持つが、その形の多様性は高い。若く、湿潤な古実体は、鮮やかな赤い液体を漏出する。この液体に含まれる色素にはヘパリン様の、凝固抑性能があることが知られている。若い古実体の外見は得意であるが、成熟するにつれて、茶色く、目立たなくなっていく。他のキノコを形成する。 あらゆる菌類同様、個実体は適切な温度、湿度、栄養などの条件が揃った時に菌死体から生み出される生殖器官である。傘の仮面はだや穴ではなく、市場の構造を持つ。近接して育った個実体はしばしば融合して一つになる。高さは大きいもので10.5センチメートルにもなる。若く湿った個実体は非常によく目立つ。 濃厚で赤い液体を垂れ流す。傘の表面は凸、または平坦で、やや凸凹しており時に中心部が少し凹んでいる。表面を密に覆う模様の構造は、フェルトやベルベットのような手触りを与える。これらの毛は成熟と共に抜け落ち、やがて表面は滑らかになる。傘の形は丸に近いものから不規則なものまで、様々で、 およそ幅4から1 0トル、融合の結果によっては2 0トルにも達する。傘は初はめ白っぽく、やがてやや茶色っぽくなり、傷ついた部分は暗褐色から黒色のシミになる。成熟するにつれ、傘の上部の表面は繊維質で硬く、ささくれ立ち、凸凹で肺褐色になる。内部は薄いピンク混じりの褐色である。傘の仮面を覆う。 刃は、胞子の酸性に特化した構造である史上の突起は、細く、円錐型で先細りし、5ミリメートルよりも短く、傘の円に近づくほど、短くなる。1平方ミリメートルあたり3から5本が、密集している。はじめは、紅白色で、成熟するにつれハ褐色になる。柄は太く、短く、しばしばねじけている。 地表付近は球状に膨らんでおり、地中に数センチ埋まっていることもある。全長5センチメートル、太さ1から3センチメートルになることもあるものの、地上に見えているのは0.1から1センチメートルである。上部は傘の仮面を覆っているのと同じ突起に覆われている。一方、下部は毛羽立っていて、しばしば地中のゴミを内包している。 小実体の匂いは、やや深いなどと言われる。本種を記載したバンカーは、ヒッコリの実に似ていると表現している。赤い汁を流す若いサンプル成熟したサンプルは、肺活色であるハイドネロームディオベラスは、非常によく似た外見を持つため、時に H ・ペキーのシノニムとみなされる。H ・ディオベラスは、H ・ペキーにはない、甘く強い方向があると言われる。二種の違いは成熟すると、 より明らかになる。H ディオベラスは不規則に太くなった柄を持つのに対し、H ペキーの柄は、明瞭なスポンジ質の層により太くなっている。加えて古い H ペキーの傘が滑らかであるのに対し、H ディオベラスはビロード網に覆われている。関連種 H パインティーコラモは各湿順であると、ピンク色の液滴を垂れ流す。北アメリカ北東部の針葉樹の下でよく見つかる。 H.P.Inty. コラは不快な味ではあるが刺激性はない。古実体は他個体と融合するよりも単独で生育しがちで h ペキーのような球状の柄は持たない。古実体は単独で散開してあるいは集合して生育する。h ペキーの古実体は針葉樹の下の地表に苔や松の落ち葉に混じり単独で散開してあるいは集合して生育する。 h ペキーは後期金軍である。すなわちバンクス松に占められたアカンタイの森において林間が閉じた後、比較的成熟したホストと共に生育し始める。h ペキーは北、アメリカに広く分布し、とりわけ北西部太平洋岸地域でよく見られる。加えてヨーロッパにおいてはイタリア、ドイツ、スコットランドなどで報告されている。2008年におけるイラン。 2010年における韓国での発見は、ヨーロッパと北アメリカ以外では、初の報告である。H ペッキーは、イチゴジャムをあしらったデニッシュなどと形容される、古実体の外見とは裏腹に、その強い苦味から食用とはされない。刺激性は、乾燥標本においても保たれている。H ペッキー及びその他のチャハリ族のキノコはキノコを用いた染め物において珍重される。 その色合いは、焙煎剤を用いないときはベージュであり、焙煎剤の種類によっては、青や緑にもなりうる。アトロメンチンの構造式、ハイドネロームペキー抽出物のスクリーニングにより、効果の高い工業鉱材である、アトロメンチンマイナス1、4、ベンゾキノンの存在が明らかになった。この物質の生物活性はよく知られている、工業鉱材ヘパリンのそれに類似している。 また、アトルメンチンは、新生細菌、ストレイプテコカスナモニにおいて、エノイルアシルキャリアプロテインデダクターゼという酵素を阻害することで、抗菌作用を発揮する。ハイドネロームペッキーは、重金属のセシウムを蓄積することができる。あるスウェーデンにおける野外研究では、地表10センチメートルの全セシウムのうち9%が菌死体の中に含まれていることが分かった。 一般に、外生菌根菌は、土壌の内有機物層の上層、または有機物層と鉱物層の海面で、最もよく繁殖し、有機物の豊かな臨床において、セシウム -137 の保持と循環に関与している。ありがとうございます。